雨が降っています。トヨタスタジアムです。2021明治安田生命 J1 リーグ第30節名古屋グランパス対大分トリニータの一戦をお伝えしてまいります。ではまず名古屋のスタメンから見ていきましょう。前節からは前の試合からは4枚スタメンを変えています。ゴールキーパーランゲラック、右サイドバックに成瀬、中谷、キム・ミンテ、吉田、そして今日は米本がベンチからも外れています。木本と稲垣のボランチ、右マテウス、左森下、トップ下前田、そしてワントップに柿谷が3試合ぶりのスタメンに入りました。一方の大分です。大分は前から1枚変えましたか、小屋が入っています。ゴールキーパー高木、3バックはトネ、エンリケ、トレビサン、ミサオ、トネがフルス対決、下田と羽田のボランチ、そして小出右、左に香川、そしてシャドウのポジションに小屋と渡辺、そしてワントップ長澤と入っています。ここ直接来ました。これは高木がよく守りましたか。まあ、非常に際どいコースに入ってましたし、まあ、ここ直接狙いましたよね。ちょっとここは VAR も確認が入りますね。まあ、非常に際どいシーンですよね。横のラインから見てみます。まあ、ちょっと高木の影にボールが隠れてしまっていますので、まあ、ただギリギリかき出したのかなと思いますけどね。はい、ここはゴールイン認められず。もちろん大分側のミスなんですけど、まあ、しっかりそこを見逃さなかった、まあ、名古屋の選手たち、まあ、柿谷選手のこの表情にも表れますけどね。はい、まあ、前田選手もね決めたかったと思いますけど、はい、まあ、しっかりこう稲垣選手がプレーの予測を持って前にポジション取ったこと、まあ、ここでもずっと走っていますから、はい、まあ、こういったのが最後あそこで詰め切れる、まあ、一つの要因になりますよね。まあ、彼が今シーズンここまで得点を奪えているってところはこういったその予測の連続性に表れているのかなと感じますね。はい、香川がフリーで左サイド、渡辺奪った名古屋です。カウンターマテウス使う、そして前田も上がってきます。さあ森下が来た、森下が来た、稲垣選手からの、まあ、フィードも素晴らしかったですよね。はい、あとは森下選手のこの走力、いや非常にいい攻撃の形でしたけど、まあ、最後ねしっかり高木選手が反応しましたよね。はい、まあ、ですから大分としても手数少なく、なるべく名古屋の守備陣形が整う前にゴール前にボールを供給したかったというところがあるでしょうか。おっと前田が抜けた、森下、森下のシュート。まあ、少しインにかかったことで、まあ、枠外れましたけど、まあ、非常に得点の匂いを感じさせるいい攻撃でしたね。木本は右サイドにいます。キム・ミンテ左、直接狙っていったパンチング、ここもブレ球だ。柿谷からマテウス、そして前田もいる、森下も走ってきた、森下を使った、高木もよく出てきた。まあ、マテウス選手から森下選手っていうのは一つこう、まあ、ホットラインになりそうですね。小林誠吾、まあ、なかなかこう隙が生まれないですよね。はい、小林のランニング、クロスが入って長澤、ランゲラックの正面でした。
こう奪って小林誠吾、小林勇気から伊佐、さあ下田、圧をかける伊佐だ、伊佐が来た、ランゲラックのナイス飛び出し、ただ変わって入ってましたね、はい、いい動きしましたね、さあここで守備率が相手を背負ってかわしていこうというところ相馬、もう一度相馬、相馬中に入ってシュート、高木もよく止めた、高木のナイスセーブがありました。前を向いたシュートチャンス、長澤左足、長澤のシュート、ランゲラックが止めています。アディショナルタイムも5分50秒経過、右サイドで守備不足、狙っていくニアサイド、マテウス、最後の最後まで攻撃の手を緩めません。そしてここで試合終了のホイッスル、1対0、得意の宇野ゼロで大分を下しました。そして J リーグ新記録、19試合でクリーンシート、マッシモ・フィッカデンティ監督 J1 通算100勝目達成。